日本空飛ぶ円盤研究会は日本最初の UFO の研究団体。太平洋戦争で日本陸軍航空隊でレーダー装備を担当し、戦後は大倉省印刷局に勤務していた荒井金一が中心となり、1955年に設立された。国内外の情報を収集する研究活動や講演活動、機関紙の発行を行う傍ら、 その後の日本で設立された UFO 研究団体と関わりを持ち、影響を与えた。顧問には北村小松、糸川秀夫、徳川無生、石黒圭七らがいた。最盛期には約1000名を超える会員を要し、三島幸夫や石原慎太郎らが参加し、著名人では他に、星新一、真柚澄敏郎、黒沼健、森田玉らが会員であった。 客員会員として、荒正人や新田次郎、平野今浦も加わっていた。また、会員の芝野匠による、日本初の SF ファングループである、科学創作クラブを生み出したことでも知られている。会員に集まった動機について、星新一は僕の場合には、親父が死んだ後の会社の整理ということが、かなりの部分を占めていたし、空飛ぶ円盤の会を始めた、荒井さんの場合は、 お嬢さんがストマイという薬の副作用で耳が不自由になられたとかで本当に宇宙人が来てくれりゃ助かるのになぁなんて何かの檻にふっと漏らされたことがありましたね。それからン野さんにしてもずっと図画に悩まされていたりとか皆さんそれぞれに何ともやりきれないものを背負い込んじゃってその救いとか吐け口とかそんなものもあったんじゃないかなという気がします。と語っている。 1960年代から団体としての活動は低下したが、新井は2002年に死去するまで活動を続けた。ありがとうございます。